久保さん、おはようございます。昨日寝たの6時、7時か6時だったんでね。今起きましたね。はい、桜井昭一さん、やっぱすごいっすね。やっぱ、すごいな。はい、まあ、あのー、久保さんの言う通り、僕もね、喋りづらいことがあって、それは何かっていうと、 以前セミナーやったときに休憩時間か参加者の方にですね「貯金いくらぐらいあるんですか?」みたいな言われましてまあ借金あったんですけども <laughs> 貯金なくて借金あってまあ先生としてねこう喋ってるわけじゃないですか <laughs> いやあのご想像にお任せしますっていうねそれでスルーしてたんですけど ま言えなかったですね、その時はね。うん。まあ、今ね、言、全然言って,言ってるし、言えるようになったんですけど、まあ、言えないこともまあありますよ。でも、僕は言ってみて思ったことが、言った方が最強ですね。<laughs> やっぱそれ、だからだって本当に借金ある男から商品ね、買う人いんのかなっていうものがあったんですよ。うん。だけど、言ってみてよかったです。<laughs> ま実際に、まあ、それがね、 吉と出るのか今日と出るのかわかんなかったですけど結論、あの、売れたんで <laughs> まあ売れてなかった今僕こんなことしてないですからねはどっかあのバイ,バ,バイトしてないでダメですからねうんそうまあこれはねレベゼン地球さんもそうなんですけどなんか借金しまくってねで結局ペペドームペペドームでなんかい ドーム公園ですかそうんだからんかなんかんだけやっぱ結局あのレベル地球さんもねめちゃめちゃ借金して失敗してそれでもまた失敗してまた騙されてまた騙されてみたいなの言ってて <laughs> やっぱねその物語を言う方が強いっすねうん結局隠すよりかはうん やっぱ自分の失敗とか、みんな失敗したくないとか、みんなその、なんだろうな、恥ずかしいことしたくないとか、あ例えば絵頭2時50分さんも、あの、今年だったかな今年ま YouTube デビューして結局ね、嵐の次に最速で100万人いったみたいな。じゃあ、絵頭2時50分さんって恥ずかしいことしかしてないですよね。それをさらけ出してずっとやってたと思うんですけど。 ジャニーズの次に最速で100万人みたいなね <laughs> どういうことやねんっていう話なんですけど、うん、やっぱだから、うん、そう大事っすねうんだからいいじ以前そのジャッキー・チェーン僕好きだったんですけどジャッキー・チェーンってあのすごい事故してるんですよでも本当に死にかけててあのなんだ もう全部骨折るぐらいなんかとりあえずすごいあの事故を現場で起こしてるんですよでそれなんで事故を起こしてるかっていうとジャッキー・チェーンってもうスタントをね全く使わないんですよねで全部危険に飛び込んでって自分でやってでそれでその現場で事故ってでそういうその転落してなんかそういう事故に遭ってるんですけどでそっか奇跡の復活してだからな,なんでそのまあ まあ、しかも、ジャッキー・チェーンって最終的にハリウッドまで行っちゃいましたからね <laughs>。うん、普通の、なんだろうな。普通の人だった、普通の人だったらって言うとあれかもしれないですけど、なんだろうな。うん、まあ、映画俳優目指す人なんて5万といるじゃないですか。で、その中で、なんで、ねしかも、よくわかんない人なわけですよ。最初なんかは。 なんでハリウッドまで行けたのかっていうと多分まあそこでしょうねそこが違ったんでしょうね他の人と、うん、もう全部自分で身をさらして危険をさらしてやってって、まあ、命張ってたっていうね命の張り方ですよね、うん、だからその麻雀で言うならば赤木赤木福元作品で赤木っていうのがあるんですけど赤木はね 命張れるんですよ。てか、命を張ることに対しての恐怖心があんまりないというか、も、ま、う、あ、それを楽しむというか、だから勝てるというかね。そう。なんかもうすごいんですよね。<laughs> なぜそんなの言って撃てるんだ赤城、赤木赤木そこでなんでそこを撃てるんだみたいな。何を考えてるんだ赤城、赤木みたいなね <laughs>、ナレーションがあるんですけど。た多分桜井翔一さんとかもいろいろ行き着いた結果、多分ん張れる男なんでしょうね。なんかね。多分 そこ張るみたいな。でも、常軌一体一手をね、打てるはずです。<laughs> 普通の人じゃ打てないものが打てるはずですね。それは何でかっていうと、多分その桜井翔一さんのその言葉に集約されてるんじゃないですかね。いってらっしゃい。